シーズンのここまでじゃない、正直あまり調子は良くないかなっていう感じです。スタジオアリスのコースに関してはどう思いますか？そうですね、私としてはすごく好きなコースなので、それこそ短くて狭くてアップダウンのあるコースなので、非常に相性もいいのかなと思ってますけど、まあ、例年ちょっと寒くて芝付きが悪いところが何か所かあったんですけど、今年はそういうところが全くなくてコースコンディションがいいので、例年よりスコアが出そうだなって思います。この大会で私のここを見てほしいって、ここを見てほしいって、そうですね、今週に入ってすごくウェッジショットを練習したので、今週短いホールも多いですし、ウェッジショット、まあ、9番以下からウェッジショットの間を非常に練習してきたので、そこを見ていただきたいなと思います。じゃあ最後に、はい、今大会の目標を、はい、そうですね、まあ、昨年は優勝しましたけど、今年はまたコンディションも変わってきてるので、どうなるかわからないところもあるんですけど、まあ、連覇できるのは自分しかいないですし、だんだんショットもパットも良くなってきてるので、やっぱり今年も大会盛り上げられるように優勝を目指して頑張りたいなと思います。